いくらでもできるんです。今回は国岡スパニーベースストラットというわけでね、世界選手権出場をかけたね、ファイナルラウンドの最初の対戦、ストラット戦でございます。今、ベスト8まで出揃ってて、まあ今、8クランがね、最後、1クランね、まあ優勝した1クランだけが世界選手権のチケットを得られるわけなんで、まあ8クランで最後、優勝を決めていこうっていう、そういう状況ですね。の対戦相手がまさかの初戦からストラットというわけでね、まあ、僕らね、トータルの予選を1位通過したんですけど、1位通過した結果、なぜか当たるのがストラットというところね、とんでもない苦渋の悪さですね。なんでこんなことになると。いうわけでね、まあ相手の説明はもう今更必要ないと思うんですけど、世界王者らですね。早速やってみましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行はクイーンウォーカーズからガクト。クイヒードラドラですね。最近やっぱりこの編成多いし強いですね。この大会でもこのクイヒードラドラ編成めちゃくちゃ多いですね。まあやっぱタウン横シングルっていうのが今の環境のトップっていうか、まあ基本ほぼタウン横シングルが多かったりするんで、まあタウン裏シングルかな、正確に言うと。タウン裏シングルが多くて、で、かつそこにトルネがあったりとか赤爆があったりとかが多いですよね。まあ突撃関係の対策ですけど、うん。まあ食い火をするってなった時に、まあタウンホールのポイズンを受けながらシングル IT と当たらなきゃいけないから、まあシンプルなタウン食い火っていうのが基本的にはきついと。うん。まあそこを、まあ、裏から行くことでタウン前シングルにしたりとか、ユニットで取ることにして、まあ突撃艦とかユニットで取れば、まあクイヒーからすれば全然問題ないというところでね、そういう形が今流行ってる中、まあそのイーグルクイヒーでタウンをユニットで取る、突撃艦で見に行くみたいなのの筆頭の戦術がこのクイヒードラドラですね。さあ今回もタウンの横にやっぱりシングル IT のとこトルネードありましたね。ここをイエティでシングル IT まで結構見てくれたりするんですけど、さあしっかりタゲも取ってくれましたし、まあ赤爆もセットで置かれてたけど、そこにはドラゴンが間に合って、まあ、タウンポイズンを避けて、まあ、結構早めに壊してもらいつつってところで、このイエティ採用が多いですね。かつね、このタウンクイヒーと違ってイーグルクイヒーって結構クイヒーの余力が埋まりやすいし簡単だし、ウォールブレーカーも1枚でいいってところで、簡単、なんかタウンクイヒーとかのからすると、負荷が、クイヒーへの負荷が結構薄い、かつ、ウォールブレーカーとかのユニットの枠数も少ないから、比較的お手軽じゃないけど、やりやすいところはありますね。さあ、裏もフリーズフリーズ、インビジブル残って圧倒的全開ガーサスと。クイヒーも黒く残って全開ですね。これが理想形です。続けてここストラットの方からクイヒーディガホグ。いやーこれめちゃくちゃわかるわ。さあ、まあ、さっきねタウンクイヒー結構きついよって言ったんですけど、まあ、これタウン裏なんだけど、援軍とシングルがまず被らないっていうところと、今回のこの配置の場合はね、結構シングルに当たるまでの範囲がね狭遠いんで当たらないんですよね。ただタウンホールの横にシングルがある配置なんですよ。これ左から下から行ったら結構さすがにきついんだけど、この入りをした時に、まあ、タウン横クイヒシングル当たらないよねっていうところですね。実はね耐久の時にも結構この攻めはめちゃくちゃやってたんですけど、ストラットがディガホグをしてくると思わなかったので対策はしなかったみたいなんですけど、まさかストラットしかもジョジョがねディガホグをしてくるとはってところでしたが、たまにやってるけどね、アストとかがたまにやってたりするけど、さあ逆サイドディガホグ展開からのこれうまいね、しっかりホーミング3回も通したけど最後までしっかり投げ込んできましたが、やっぱシングル IT が当たるのがだいぶ遅くて、もうタウンホールのポイズン溶けてるんですよね。タウンポイズン受けてる時に当たるからきついのであって、こういう通常状態でのシングル IT っていうところが、まあ、そんなにきつくないし当たらないんですよね、ほぼ。だから今回の配置はクイヒーディガホグタウンクイヒーでもいけるという判断になったんだと思います。ほら、さあそしてここでトームストライカーも添えつつ、素晴らしいですね。さあ最終的にヒーラーも失わずクイーンクロークを持った状態で最終区画へ。さあクローク打って第一クロスを降りつつ、最後の方向ディガホグの方もヒールを打って、
いや、うまいな。これはしっかり配置の弱点見抜いてやってきましたね。うん、この配置のディゴがめちゃくちゃわかるな、ほんと。さあ、大量のディガホグを残して最終区画へ。お互い一人目全開スタートですね。さあ、クイーンウォーカーズ2人目、カズマくん、クイヒーラバル。さあ、スニゴブ1体だけ、まあ、テスラチェックも兼ねたスニゴブだったのかなってイメージなんですけど。さあ、キングスタートですが、ちょっとそれていく。どうだ。さあ、インビジブルを使って巻き戻していきますが、クイーンの方もが今度はそれ始める。さあ、これはかなり苦しいか。クイーンが大逆走ですね。さあ、これはウッドランチャーを真ん中マルチへ刺す目的で投げ込みますが、ここはキングの盾がいなくなったので降り注ぐ、壊してほしい。うん、あと一発。うおー、このロケバル、ホーミング4つ解除した。ホーミング4つ解除からの赤爆2個解除しましたね。ロケバルのバリューはエグかったんですけど、ここはイエティに対してもリクスケが2本と、まあ、テスラも見えつつ、真ん中さえ折れてれば。邪魔だな、このマルチ。平横打ちも少し気になるところではありますが、本来ならばクイヒーをイーグル砲の区画に入れて、まあ、オールブレーカー2枚あったんでね、アーチャーターンのとこつないで、左つないで、みたいなルート見てたんじゃないかなって感じなんだけど、テスラ5枚こっちで見えましたね。さあ、リクスケもう1個。テスラ巨爆リクスケをかなり投石のところで固めてるイメージですね。さあ、ここにも巨爆があって。さあ、またまたリクスケルトン。これはリクスケから打ってるので、ロイヤルチャンピオンにはフリーズをかけていきましたね。さあ、レイジまでかけて。さあ、男の逆サイスタート。一気に全ユニットにトームをかけて、スタートしていきます。これはもう1マス空いたところからタウンホール誘導を見てるようなイメージですね。さあ、ベビードラゴンで切っていきたいところですが、追加のバルーン。折り切って、ウォールブレーカー一応ついてくれました。さあ、拡張もされつつ、ロイヤルチャンピオンもくじ投げましたね。さあ、ここはクイーンクロスの方をロイヤルチャンピオンで突破していきながら、タウンホールの方にはしっかりクイーンが誘導されている。いいリカバリーではあるが、邪魔だなこいつら、邪魔すぎる。さあ、クイーンクロークでタウンホール突破しつつ、マルチはチョンで終わり。さあ、ロイヤルチャンピオン走ります。シングルティ捕まってる。クイーンはここは捨てるか。うわー、打ったけど間に合わない。ちょっと迷いましたかね。さあ、ラスト、レイジが一発残ってって、ここで打ちますが、時間の方が足りない。いいリカバリーだけどね、よくここまで持ってったって感じではあるんですが。89% と。いや、めちゃめちゃいいリカバリーですけどね。あの状況からこれは、よく頑張った方だけど。さあ、まず、おっと、バルーンからのラバ突撃感。そしてここでロケバル採用。これめちゃくちゃうまい。このロケバルうますぎる。このロケバルうますぎる。うんま。そしてなんかトルネまで見えてる。うーわー。このロケバルうんま。さあ、内側入ってほしかったと思うんですが、ここはポイズン使っていって。いやー、このロケバルうまいな。基本的にこのタウン、あ、じゃん。対空裏のマス目って、こんだけ空いてると、ホーミングはね、ラバで吸えると思いきや、奥のやつって吸えないんですよね。うん。奥のやつは吸えないから、突撃艦だけに当たるホーミングをこの壁際に置けるんですよ。これがね、突尾図対策になるんですけど。だから今ね、このロケバルしなかったら突撃艦届かないで、この辺で落っこちてね、はい、罠引っかかりましたねってなるわけよ。罠があった場合ね。なんだけど、そこまで見に行くこのロケバルとバルーンの初手のここめちゃくちゃうまかったですね。
このロキバルが奥まで入ってホーミングがもしあったとしたらこのロキバルが解除してくれるので、まあ絶対に突撃艦通るでしょっていう、そういう形ですね。で最初のアーチャー対へのバルーンでこの辺のテスラもね一気に最初に見えるんで、そしたらもうここ1マス区画だからロキバル刺して終了と。これはマジでうまいな、そのロキバルめちゃくちゃうまい。アイハードほんとこういうとこうまいんだよな昔から。さあラバからのストライカー投げ込んでいって、クイーンは真ん中クロークでこれやってしまうのか、真ん中マルチまで、それは強すぎる、それは強すぎるな。さあちょっとストライカーの方がキングとクイーンの方で二手に分かれたので両方ヒーロー残る形にはなってますが、 HP が低いのでここは押されましたね。さあこうなると外周部ぐるぐる回って全開とバルの数も足りてますね。まあ、最初のロケバルがうますぎたな。トライハードってこういうなんか一工夫が昔からうまいですね。なんかめちゃめちゃ精密な針の糸通すようなプランニング、プレイングっていうよりはなんか結構大きいプランの中に一つなんか一工夫みたいなね、その工夫うまいなみたいなのがめちゃめちゃ昔から多いですね。今回はこのロケバルが刺さってる。いやうまかったですね。まあ、今じゃ当たり前になってるんですけど、今のラバの盾、ラバ突、ラバで守って突撃艦届けるとかも、もともとトライハードがね、リーダーやってた MCS が発祥の、あれですからね、文化ですからね。昔ね、クイヒーディガホグにラバ入れて突撃艦でラバ突し始めたんですよ。世界選手権の予選の時に、ね、最初の方。何個前だったかな ?13 の頃だったかな、他に MCS がいきなり予選でそのラバ突のね、ラバ盾の突撃艦やり始めて、出始め当初そんな30枠もラバ使って突撃艦守って強いんかそれがみたいなところ風潮あったんだけど、今じゃ当たり前になってるからね。うん。さあジャイ盾からのキングですが、ちょっとテスラスケルトンに捕まりつつ逆走するかどうだ。巨爆もかなり外周あって、これ少しでもずれてたらスニゴブ死んでましたね。さあ戻ってきてくれた。さあフリーズ打って、おお、ここトルネードまで置かれて、こんなとこトルネード置かないからね基本。さあバルキリーストライカーも後添えしますが、ちょっとこれはうまく刺さらないが、どうだ、ロイヤルチャンピオン刺さってくれ、届きましたね。さあギリギリですが突破をしてくれて、いやどうなんだろうこれ、狙ってたヒーローパートを相手からするとしてきたなと思ったんじゃないかな、なんですが放りましたねヒーロー。いや今キング逆走しないで帰ってくれたのめちゃくちゃでかかったな。こんな外周部まで巨爆置いてってなると、でトルネードまであったからね、これはめちゃめちゃ対策されてそうだったね、対策されてそうな入りだったんですけど、ロイヤルチャンピオン能力残した状況で左に持っていくことができてます。判断早かったですねフリーズとかも。さあ本当はラバーもねトムに巻き込んでいきたいような感じだったんですけど、先に通していって、ここはストライカーもねボマーも両方守るようなトムで、まあ、ロイちゃんの方を優先したイメージだったね。まあ、本来ならばもうちょっと貯めてからやるところなんですけど、ロイちゃんも生き残ってるのを見て相手のキングに当てるストライカーを先に使って、そこをフリーズで守っておくでトムみたいな。で裏からもう回収の作業入ってますね。終点になる方からバルーンを囲い込んでいって、インビジブルからのヘイスト早めていって、これで全ての防衛施設がゲットして、どうやっていって終了と。ガーサス。いや、どうなんだろうね。基本タウン横トルネだったり、タウン前トルネが基本だから、タウンホールじゃないところにトルネがあるってよっぽどな理由なんですけど、今。耐久とかだと止まってるのかな、どうなんだろう、そういうのちょっと気になるね。本当はこれ守れる攻めなんですけどねみたいな話聞きたいよね耐久では止まってたんですけどねみたいな。さあマスク、クイヒーラバルですが、ラッシーをクイーンにつけている、結構珍しいですね。ユニコーンをロイヤルチャンピオンにつけているので、まあ何かロイヤルチャンピオンを伸ばしていきないようなルートになるのかもしれませんが、このラッシュ、そのラッシュうますぎん、キングおびき出しラッシュ来た。
スター、ストライカーもぶん殴っていって、キングが全然ボケてる。ボケ老人来た。そしてここでまさかの大逆走。逆にここへの完璧な誘導強すぎるな。いや、横打ちないのがあれだな。ヒーラー死なないのが強いな。これただ下戻りますね。穴開けしなかったんだ。これつかないかな、もう。さあ、ウッドランチャー真ん中誘導を選びましたか。わあ、ホーミング強い。宝石にキング刺して、はけ。さあ、ロイちゃんは、ユニコーンつけたロイちゃんはなんかあっちでなんかやってますね。さあ、クイーンはまだ壁を殴っている。クロス残ってなかったか。さあ、ユニコーンが、いつもの、ご主人様のところへ戻ってきて、ここはフリーズロケバル刺しつつインビジブル。どういうあれなんだこれは。さあ、もう一回インビジブルで走れ、下行け。うわ、戻ってきた。戻ってこなければめっちゃ熱かったんだけど、うわ、シングルもギリギリまでいらないという判断。これユニコーンのせいじゃん。うわー、そしてウォールブレーカーをターンホールの方まで道を作っていって、サイドカット、なんでこうなるん。さあ、ラバル逆サイド展開、しっかり投石のタゲをラバで取っていきつつ、ターンホールの方もレイジを置いてフリーズスタート。いや、うま。元のプランが下穴開け、多分元々のプランこうだな。はい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 。で、キングトランチャロイちゃんだったんだね。あ、元のプランクイヒがやっちゃったんだ。いやー、強いな。うま。いや、なんでこれいかれるの、強すぎるでしょ。いや、マスクはね、レジェンドのクイヒとかも結構配信でやってるんで見たりするんですけど、プランが大崩れしてもなんか取り切る力とかリカバリーがすごいですね。リカバリー力マジで高い。マスクが本当になんかいろいろ見せてもうわーっていうところから食らいつくところが本当すごいんだよな。今のも持ってかれた挙句になんか余裕の全開になってましたね。さあ、今回もかなり外周部にこれスニゴブ用の巨爆かな。さっきもあったけど、このあれはそんなイメージですね。うん。そして9時、今最初にバーバリアンでテスラチェックしてましたね。グラスの結構形が決まってるんだけど、トラップとかあっても絶対通るような形をね、多分本人も一番心がけてるところだと思うんですけど、どんなに罠が置かれていても大丈夫なようなプランを組むのがうまいですね。さあ、逆サイテスラがないのを知っているので、ロイヤルチャンピオン刺しつつ、ウッドランチャーがマルチに刺さって、これうわ強すぎ、強すぎだね。今のストライカー2体をウッドランチャーが飛ばしてくれました。さあ、イエティも刺さって、ロイちゃんブーメランも刺さって、これ見てください。6、7、8、9と。やってること、クイヒーより削れてるからね。これやってるの。さあ、タウンラクイヒー、こういう展開で作って、タウンホールラバルで回収するみたいなね、クイヒーラバルがね、結構一時期流行ったんですけど、最近あんまり多くなくて、その理由がこの後なんですよね。このトルネが 100% レベルで警戒しなきゃいけないから。ここなんだけど、このスーサイドラバルならね、このヒールが強いんですよ、これ。タウンポイズンをこのヒールで無効化することで、HP フルにして、最終区画までここを残していく。これがね、クイラバだとできないんですよ、当たり前だけど、ヒールなんて詰めないから。これがうまい。さあ、最終区画まで、クイラバです、これは。ヒーラーのないクイラバがブーチ刺さりました。これは強いな。うますぎる。これはうまいわ。完璧なアタックでしたね。ほぼほぼ使われることないんですけど、ヒールってラバルに。最近こういう風にね、こういうタウン裏
のトルネを警戒したヒール採用がね、なんか基本になってきてる。逆にクラウスがね、これもヒール採用ね、最初に始めてたんですけど、タウン裏に。さあクローンでこれは奥に作り上げて、嘘だろ、これプランで見てたのかな、もともとシングルまでオールプランなのかな、このトツイエティどうなんだ、てかこのロイちゃん処理まで見てたのかな、どうなんだろう、どこまで見たトツイエティクローンなんだろう。さあちょっと踏み込みすぎて火力も上がってしまった分、クイーンを守るためにバルーンも追加で出していきつつ、さあベビドラカット、さあ逆サイキング展開ですね。スミガブカットからのスケルトンまで置いていく。さあスケルトン置いたんですけど、これほぼマルチ IT のおかげで配置もタゲ取れてないんで、この一番先に結構ヤンキー目高いと思ってるけどな、もうアイゴレの一番ケアしないの結構怖いけどな。さあキングそれたおかげでキング対キングにならずロイヤルチャンピオンに捕まりそうですね。これはそれは熱すぎる。さあラバルパートがすでに始まっていて、ちょっとエリクサータンクの方それてるんで、クイーン残さすがに無理か。さあオイラバストライカーかけて、これはトームかけますね。さあマルチ残ってしまったんで、ここに対してバルーンの追加出していきつつ、トームかけたラバハウンドがめっちゃ罠吸ってきましたね。さあここマルチの方はめっちゃ罠ヒットしてる、残れマルチいいよ。さあそしてトルネードによってこれ下側、あキングでちょっとオーデンそれつつ、今下のトルネでバルーン全部落ちましたね。そして残ったマルチ IT はヘイストに乗っていきますが、これはガーゴイルを焼いていく。さあそうなるとパーセント89との勝負ですね。来たか、これは神防衛が89以下で守ることができたらこれは一気の大逆転ですが、どうでしょうか。さあこれマルチにやってたバルーンこっちとかに残しとけば89はもしかしたら超えたかもしれないですが、どうでしょう。 85 神防衛、さあでかすぎる。さあ最終アタック前になんとここでパーセントで逆転です。なのでここ全開を取れば大逆転勝利ですね。いやーこれはマジで来たよ、緊張しましたねこれは。さあクイヒスタートしていきます。まあね、相手の罠の傾向とかも結構分かっ見てて、5人目だとね、いろんな攻めで見て罠の傾向とか援軍の中身とか見て結構判断できるんですけど、これねほぼ罠ないだろうなって思って攻めてました。ほぼこれ罠ヒットしない、絶対想定されてないと思って、割とプランの段階でこれ絶対裏ついてるって思ってましたね。さあこれ最初の方に行ったんだけど、タウン前のタウンクイヒをやろうとした時は、まあ、思いっきりタウン裏のシングルがきついんですけど、裏から入っちゃえば多分この裏から来るの想定されてないなと思いましたね。さあタウン裏から入っていきつつ、キングロイちゃんでルートを作ります。まあ、援軍がねストライカーでちょろっと釣れつつ、逆サイドシューターイーグルの方に罠があんまなかったんですよね、傾向的に。さあここインビジブルで隠して、まあ援軍出てくるの分かってたんでインビジブル構えつつ、ここはポイズンフリーズでシングル IT の方止めていきつつ、キングの方フィスト、まあちょっとねロケバルがキングに刺さっちゃったんでキングが想定よりは伸びてないんですけど、まあ逆に言うと援軍そっちも釣れたし、ホーミングチェックのバルーンかなり奥まで赤バケ拾ってくれましたね。でここからさおでん行く本当にクイーンマジかと思ったけど、まあ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 落ち着いてね、ここラバルするにはちょっと早すぎるんで、しっかりイーグルオールまで待ってラバルパートスタートで、テスラも 100% 6時だと踏んでいたのでもう決め切ってましたね、これテスラ6時ですって。さあヘイストバルーン刺しつつ、自分でシューター割ってこれ対空砲をロッキーバル刺していきつつ、クイーンの方もしっかり目切らさずに見てて、裏からバルーン回収、シングル IT 捕まってるので良きタイミングでこれはフリーズかけてあげつつ終了ですね。まあ、結構僕も途中で意識的に言うようにはしてたんですけど、かなり外周部に巨爆があったりとか
ヒーローのいる投石区画にテスラモリとリックスケルトン3つぐらい、まあ巨爆もセットでみたいなことが多かったですよね。まあ、その傾向がそのままならばほぼ6時に一択だなと思っていたのと、まあ読みが完璧に決まったので裏かけたかなって感じですね。というわけで一気の大逆転でこのアタックに関係なくクイーンウォーカーズ勝利と。いやでかすぎるマジで、この一気の大逆転めちゃくちゃ熱かったな。ストラット相手ですからね。いやこれマジででかいな。さあストライトニング51の天才ドラゴンライダーだったと思うんですけどね、よくよく見てみるとこれ52なんですよね。多分援軍間違えてる、もらってるやつ援軍をもらい間違えてポイズンをもらわずにクエイクを2発持ってきちゃってるっていう、これ編成事故ですね。呪文のもらい間違えなので結構痛いと思うこれは。ポイズンないのは結構やってる。さあロケバルで大工を切りに行きますが、とんでもない量の赤爆弾がすごい量の赤爆弾がこのロケバルによって解除されました。足が速かったのでヒットせず、さあバーバリアンでテスラチェックないのを確認して入れていくと、タンホールの方、さあクエイクをもうしょうがないのでね、2発クエイク揺らしましたね。しょうがないからもう2発撃っちゃうわってところで、さあイーグル砲の方にキングを誘導していきつつ、下からボマーを盾にライダースタート。さあ早めのピストでイーグル殴りに行きますが、ああキングに捕まっていく。さあ角度ずらしてレイジトーム、このドラゴンうまいですね。まあ多分援軍処理がこのライダーで見なきゃいけないから、まあそのためにボマーの中身にドラゴンを入れることで相手の援軍を見ていくみたいなところかな。まあ本来はこれにポイズンがあればベストなんですけど、ちょっと呪文間違えましたねそこは。さすがにポイズンないのはヤンキーなのでプラン通りではないと思います。さあクイーンの方しっかりレイジ、これはいいタイミングで当たりましたね。このドラ採用、ドラロケバルさんって確かに結構強いかもしれない。どうなんだろう、でもどっちにしろレイジかけるならバルーンの方がいいか。さあここはインビジブルでギリギリですがクイーンが全部タンクしきって真ん中マルチ、うおギリギリですがもう撃つと決めてたインビジブルですね、さすがに。おおすごいな、罠が前回を取られていってと。まあ、結構ラバルとライダーの使い分けみたいな話もあったりするけど、まあ、今回みたいにこういう真ん中マルチ孤立したところをラバルパートで見るには結構めんどくさいじゃないですか。こういうのもそういうのほぼライダーでが選ばれることが多いですね。うん、真ん中マルチがずっと残りそうならラバルよりライダーの方が向いてます。はい、というわけで終了してみてスコアは14対14ということで大逆転勝利ですね。激アツすぎる。いやこの逆転はマジででかいですよ。もう結構ねクイモカズもそうだし対戦相手もすごかったんですけど、基本的にはやっぱタウン横トルネっていうところがシングルトルネっていうのが、まあ、マジで基本じゃないと逆に弱くなっちゃうんだよね。配置があるべきところにやっぱないとそれダメだったりするんだけど、その基本を前提とした上でそこのの後の駆け引きがいろいろ生まれてくるんだけど、例えばホッサンが攻めたところね、ヒーローパートで宝石区画にトルネがあっていきなりもうクイーン、いやキングとロイヤルチャンピオンがくるくる回ってヒーローパートが伸びない、フィスト使ったけど巨大爆弾とリクスケットドン捕まってみたいなねのを狙った相手の配置だったと思うんですけど、そこに対してはアイスゴーレム、ジャイアントからのアイスゴーレムでしっかりバネトラップのケアをしてからアイゴレのフリーズを奥にフリーズっていうところで2段階のフリーズをキングロイちゃんで突破したとか、結構その辺の駆け引きがやっぱお互い知ってる同士なんで実は結構あったりしたので、トラップ一つでも割と駆け引きしてたなってイメージですね。まあ、その上でねかなりいい防衛がね最終的にギリギリなパーセントリード取れまして大逆転と。はい、ストラット倒して、まあこれねただね勝ったんですけど、この後まだね実は試合がありまして、その試合に負けてしまうとまたストラットと対戦しなきゃいけないような感じにもなるし、初戦勝ったのに初日敗退ってこともあるんでね、まあ、しっかり最後ね勝ち切って勝ち上がっていきたいと思います。はい、というわけでチャンネル登録お願いします。